感じはしますね。はい、国のリーダー、はい、まあ、あのが何を考えるかによって我々はまあついていくわけなんだけれども、ね、じゃあその宇宙という分母で考えると、うん、じゃあ地球はどういうふうにいくんだろうとなると、うん、地球の中のまあ200個ぐらいの、ね、はい、じゃあそれが家族だとしたならば、うん、日本という、はい、その家族の中の一員はどこに位置していったらいいだろうかと思った時に、ね、みんな同じような状況で行かなくて、いいですよね。いいですよね。で、日本の場合はまあ数字的に、うん、あの GNP とかその数字的にトップに行きたいんだけれども、うん、はい、例えばこれだけの少子高齢化の世界っていうのは日本これからトップを走るんですよね。うん、じゃあ そのトップを走る超高齢の日本人が、うん、日本がどうやっていくかっていうのは皆さん多分見てるんですよね。うん、そこがよし、ものづくり日本にまた戻るっていうふうになってって、まあ、ある意味その自活するような日本に、はい、まあ、また戻りますって言ったら、ね、うん、いや、それはそれで、うん、なんかまあつまはじきにされちゃうかもしれないけど。そういう、いや、いいと思いますよね。うん、国連でもやっぱりもったいないっていう日本の言葉を珍重されましたけれども、でも、ね、あの結構やっぱりこうヨーロッパとか、うん、やっぱりこう リユース品なんかもすごくこう大事にやっぱりするじゃないですか。そうですね、本当に先進国だなと思います。そうですよね。だから、うん、まあ結構失業率が高かったり経済的には国によってはね厳しいところもありますけど、うんうん、でもなんかやっぱりそういうこうただこうなんか成長してこう便利になるのがベストじゃないっていうなんかそういうこう価値観みたいなところはやっぱりなんか日本より成熟、いい意味で成熟してるような感じがやっぱりしますよね。だからやっぱり最終的に切っても切り離せないのは、ね、はい、子供の頃から そのエデュケーションですね、教育の分野に何を、まあ、刷り込みではないけど大事です、ね、価値観の軸をどこに置くかということで、やっぱり我々なんかは、特に私は1956年生まれなんで、もうみんなちょっとぼーっとしてるんですよ、うん、もう平和の中にずっと来たんで、私もほぼ同年、57年、そうですか、そうですか、はい、どんどん同じ、だからそういう中に育ってると、うん、なんかこうそこに育った人たちが今一番何かできるんじゃないかって感覚が、うんうん、確かに ね、そうですね、ちょうど間ぐらいですよね。そうですよ、諸先輩がものすごく心を泣かしてなさって、苦労してる。また私たちの下の方はちょっとあんまり、そうなんですよ、もうなんかあの何しなくても一応生きていけるみたいな感じになって、一時は競争もダメとかって言われちゃって、そうなんですよね、ゆとりになっちゃってたりとか、だから両方ある意味分かって、そうね、だからつなぎ役とするとつなぎ役とするとなんですね。確かにおっしゃるように、うん、我々の世代が頑張んないと頑張んなきゃいけないのかなと思いますね。そこも模索しながらやっぱり、あの台所の分母は世界をこう視野に入れながら、ある意味日本のオリジナル、我々の祖先が残してくれたまあものづくりのマインドっていうものをこうこれから見せつけていく牽引をしていかなきゃいけないと思ってたところに東急ハンズの、でもそれは先にいろいろ柳さんで、そんなことないんですよ、すごくね、本当にいやばっかり作ってるような名前なんですよ。本当だからそういう点でいろんな活動もねされてるんで、そうですね、はい、どれだけできるかわからないし、本当に生きていくために、うん、もう本当にのほほんとしてられないんですけれども、まあ、何らかしらの形で、まあ、世界中の人を、うん、相手に、まあ、日本のその素晴らしいこう武士道とか、そのパーンと縦にガーンと天までつながってる、この道的なものの中にものづくりのそれのマインドもあるんだっていうことをこう伝えていけれたらなっていうふうにはね思ってますけれども、はい、はい、そうですね、まあまあですから、まあ、我々もやっぱりこうまあで作るだけじゃなくてもやっぱり物ってこう使う価値もいろいろな価値があるので、やっぱりそこのこう考え方とか、そうですね、はい、それからまあ作る楽しさみたいなやつも、そうですね、まあ、我々もこう微力ながら結構こう、うん、お店の中でも今こう手作りのイベントとかやっぱり増
やしたりですね、やってるんですけど、やっぱりこう皆さん作ってる時の笑顔って、うん、笑顔っていうか表情ってすごくいい表情をしてるんですよね。電車の中で携帯でゲームやってる人の表情って旗から見ててもちょっと決してどんなもんかいなってよ。やっぱり本当にこう、ね、何かこう自分のこう糧になってるとは少なくとも思えない、うん、そうですね、でもやっぱりこうなんかものづくりをこう参加してやってるところの表情、うんうん、人の表情ってやっぱすごくいい表情をしてますよ ね、 そうですね。だから職人さんこう、まあ、伝承者が少なくなったっていうふうに言われるんですけど、はい、やっぱり人間として、はい、興味を湧いて、これどうなってんだろうとか、うん、なんかこうやってみたいっていう気持ちに牽引するっていう、それが大事だと思って、やりなさいって言ったらやらないですよ。それで多分そのできた時のこう達成感が、うん、まあどんなに小さなことでもやっぱり自分で考えて作ったこととお金でアイテム手に入れて買ったことと、うん、その時は嬉しいかもしれないですけど、必ずその後虚しくなってくるはずで、うん、もう興味がそこでもう寸断されますよね、先ほどおっしゃったようにどんどんいらないものが、そこを牽引していくっていうところにこの緑色の東急ハンズっていうマークっていうのはもうブランドなんですね、はい、まあ、エルメスとかあれと同じで、それがドーンとつくと一生懸命ものづくりしてでもそのなんだろうこう伝承しなきゃいけないっていうところの人たちもあの辺の感覚っていうので導入していくと多分そこからずっとドーンと入っていくと思うんですね。もうたくさんたくさんもうものづくりのもうあと伝統芸能もそうなんですけど、もうそれを伝承しなきゃいけないんだよってんではなくて、そうですね、あんまり重くしちゃうとね、そうなんですね、入り口でこう入ってこられちゃうと、入り口がそうなんですよね、はい、とやっぱりその使い相手ということで、うん、このなんかなかなか難しいバランスの微妙だなと思うのはさ、うん、常に思ってるんですけど、そのおしゃれな点と、はい、それからその機能の点っていうのは、はいはい、これ機能が勝っちゃうと、なかなかこうあれで、その微妙なこの測り具合がそうですね、なかなかね、だからそこがその伝統っていうのと、なんかものづくりの楽しみっていうのが、やっぱりものの作り手もね、うん、こう機能はいいんだけどこれでもこれ使いたくないよねって正直あるんですよね、そこがね、だからでも本人は、うん、いやこれは本当に今なんだとそうそうとうとうとこういう語ってくれるんですけどそうですね、そこの微妙なバランスっていうのはセンスっていうのはう、ね、やっぱりいろんなアンテナを張って世界中にやっぱりこう出かけてみると、そうですね、っていう発見があって、その匂いを、香りをそうですね、だからまあうちらの魅力ながらやっぱそこをなんか つなげてあげられる、うん、やっぱりこ う、ね、やっぱそういうのってすごく苦手なものづくりの子どもはすごいんだけど、やっぱりそこをじゃあどう伝えるかとか、うん、やっぱりそのじゃあ商品のこう、うん、パッケージ一つ売り方一つにしてもやっぱりこう消費者にまず手に取ってもらわないとその良さも伝わらないので、やっぱりそういう部分ではね、やっぱりこう小売業がどこまでやっぱお手伝いするかっていうのも大事だと思ってますし、はい、それとやっぱりそんなにこうまあいい商品って言ってもそんなに最初から売れるものってそんなにこうないですよね。やっぱり伝えるのに時間もかかるので、ですからやっぱりはまあ小売業の方もすぐちょっと店頭出して売れないからはいさよならではなくて、やっぱりこう、うん、その商品いい商品だと思えばそれを一緒に育てていくってやっぱり我慢もしなきゃいけないと思いますしね、世の中の時流っていうのもありますね、はい、ありますよ。例えば2020年東京オリンピックっていうのは、はいはい、もう棚からボタン持ちみたいなもん で、ねはい、ダメだったらもうなかった、もう今回はってことになるとこの7年間っていうのはやっぱり日本っていうキーワードになってくる、はい、注目度も高いです ね、 そ, うですね、それが、じゃあもう小売の人が諦めて、はい、もうこれもう廃盤にしようかと思ったところ、2020年がやってきて、ね、急に注目を浴びるっていうこの神風的な時代の流れっていうのもあるわけですよ ね、 すよね、その辺がまた難しいところでもあり、はい、楽しみでもありっていうことだと思うんですけど、うん。